はい、今回は、2色のトマトを描いていきます。まあ、タイトルにね、中級って書いてありますけども、なかなか中級って書いているところってないですよね。まあ、それはさておき、使う色はね、今ちょっと上の方見えませんけども、青が上にあります。で、基本的にはね、こうピンクだとか、この黄色だとか、薄い色からね、書いていって、徐々に濃くするというのが、まあ基本ですよね、最初はね。で、今回は、ベースとなる濃い色。例えばね、今これも立ったかとね、始めちゃいましたけども、ローズ系のレッドから、描いていきます。まず、描き方として、どこら辺を描いていくか。これはね、ハイライトの位置とか、そういうところをこう、軽くこう描いて、それからこう、いきなり仕上げに入っていきます。濃い色といってもね、いきなり強く描くのではなくて、最初こうね、薄く描きながら、徐々に濃くしていく。で、その描き方として、このね、小さなエリアを、まあ、縦横斜めとかいろいろこう面で描きながら、増殖していくような形でね、広げていくという、そういう、描き方です。基本的にね、この、あまり長いストロークでは描かないということですよね。それと、この赤を今、手前の黄色いトマトにも、このね、濃い部分使えますので、そこら辺は、境なく描いていきます。ここら辺のね、同系色の使い方。これに関してもね、やはりこう、慣れていって見極めがつかないと、どうしていいかわかんないですよね。その辺はね、前のいろんなとこでもって説明してますけども、で、徐々にこうね、濃くしていきます。この辺のね、濃くしていくやり方も、筆圧のね、関係で、ベタで塗るのではなくて、ちょっとこう、グラデーションをね、意識しながら描きます。最初に濃く描いてしまうと、こういう明るく残すところを、ついつい描きすぎてしまって、残したいところをうまく残せないで、しまうっていうこともあるので、その辺も意識します。まあ、ちょっと描きすぎたらね、消しゴムで消すっていうこともできますけども、なかなかね、濃い色を消すというのはね、こう、大変なので、そこら辺も注意しながら描いていきます。早回しだとね、ちょっとね、わかりづらいかもしれないですけども、ちょこちょこ縦横斜めいろいろな方向で、線を出さないで、面として、小さな面として描いていきます。この辺になるとかなりね、筆圧も強くなってきますよね。濃く描くということは、イコール筆圧を強くするということです。で、向こう側のね、輪郭線のところは少し弱くね、光の解析も意識しながら描いていきます。まあ、今回のモチーフはね、なんかちょっと難しい光とか映り込みみたいなのがあるので、なかなかね、その通りに描くというのも難しいんですけども、気分的に、あ、ここはトマトのなんかこう、でっこみ含みがあるなとかね、そういうのも意識して描くといいと思います。この辺はね、あまり描きすぎないように。今使っているローズレッド系のね、色、これ薄く描くと全くピンクと同じに見えますよね。見え方としては。まあ、実際はね、紙の色を拾っちゃってるのでね、彩度が落ちるので、ピンクはピンクとしてね、明るいところは、使っていきますけども、最初の初心者と違うところは、最初にピンクで薄く描くのではなくて、ローズ系のこの濃い色から描いていく。で、しかも、手前の黄色と、奥のね、赤いトマトと、この境はきっちりともうこの段階で強く描いていきます。これはね、濃い色を使うところの一つの、ポイントになります。濃く描くところは濃く描いて、最初からメリハリを出していく。そうすることによって、次から塗る色が、こう、割とね、楽になります。この黄色いところの濃いところもね、普通は茶色系を使ってもいいんですけども、今回は同じローズ系のね、レッドを使って描く。で、この場合も気をつけなきゃいけないのは、先ほど同様、あまり描きすぎないということですね。あくまでね、黄色のトマトなので、このまま調子に乗ってこう描いていくとね、ピンクのトマトになっちゃいますからね。落ち着いてゆっくりゆっくり。早回ししながらゆっくりゆっくりってね、説得力ないですけどね。
で、この、オレンジを使う。これはローズ系のレッドだけだとちょっと色がきつくなってしまう。ところどころオレンジ効かせながら、明るくなっている部分でちょっと写真見るとね、オレンジ、なんとなく入ってますよね。そういうのも意識しながら描いていきます。手前のね、この黄色いトマト、これ、見てわかる通りに、オレンジのような色の方が多いですよね。なので、このオレンジも、あまりこう、バーミリオンみたいなきついオレンジではなくて、オレンジが寒なければ、ちょっとイエローに近いものを使っていくと。で、濃いところは、さっきの赤と混ぜていくと。で、ここの注意するのは、黄色い部分が入りますので、あまりハイライトの部分を、描きすぎないように、ちょっと多めにね、白い部分を残すつもりで描いていきます。その反面、このね、側面とか、影になる部分は、割と力を入れて描いても大丈夫です。さっきとね、初心者のやっている薄色とは逆な工程になっていきます。オレンジを描いていく。で、今回はね、上の方の、今、各、緑の部分も含めて、黄色をベースに、使っていきます。で、この場合も黄色を使って描いていくんですけども、まあ、ちょっとね、地球に、人のために、それとは逆に今度は、さっき逆っていうかね、同じように、グリーンも深いグリーンと鮮やかな黄緑と2種類あるので、深いグリーンはインディゴですね。今使っているのは濃い青色。それを使って、で、黄色とブレンドして描いていく。で、明るい方の黄緑、これは、シアン系のね、ブルーで描いていきます。最初にこうね、ブルーでこう描いていって、上から黄色を加えていくと。で、うまく緑になればいいですね、という感じでね、やります。最初はね、黄色を薄く描いてから、その次に青をかけて、また黄色をかけていくっていうとね、そっちの方が、色の変化がわかりやすいので、インドですけども、なんか最初にこうやってブルーで描くとね、コントラストが、こう、はっきり決まってきます。で、ここで気をつけなきゃいけないのは、あまり青を多すぎないようにすると。綺麗な緑ってね、経験しないとわかんないですからね。で、こっちの赤い方のトマトは、明るい方は、このピンクでちょっと強めに塗っていきます。ピンクで強めに塗ると、最初の赤で弱めに塗るのとはちょっと紙のノリが違ってきます。しっかりとして、そういう感じになってきますので、ピンクで塗っていきます。これ、最初にピンクを薄く塗ってから重ねるやり方ですと、あまり濃くは塗らないんですけども、最後にピンクを塗る、黄色を塗るっていうね、その逆のやり方だと、この辺から結構強く塗っていきます。この青から緑にする。これもね、黄色が弱いとなかなか色が出てこないです。なので、自分で思ってるよりも黄色をちょっと強めにして、緑を作っていきます。この辺なんか結構ね。ただね、白いとこはあんまり黄色でガシガシやっちゃうと完璧な黄色になっちゃうんでね。その辺の、混色の仕方。青で塗ったところは黄色をちょっと強めに描いて、白く残したいとこは黄色を弱く描くとかね。その辺のことは大事です。あとはこう、見てて思ったところをさらに加湿していく。今はね、こうやって赤をさらに強くしていって、黄色とのね、差をつけてあげる。で、軽く緑でないや、オレンジを加えてあげるっていう表情付けですね。これを最後に仕上げて、一応完成させます。でね、この工程は今、濃い色から始めましたけど、薄い色からやってもね、そんなに変わらないはずです。というところで、慣れてきたらね、こういう書き方もやってみるといいと思います。